しました。イルカとアシカとエノスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイではトレーナーと言わずにトリーダーと呼びます。訓練するのではなく、家族や友人のように彼らと遊び、世話をし、励まし、励まされています。一番知りたいのは、どうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは、今気持ちがつながったと思える一瞬。その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくて、このショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察。これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともに、ゆっくりお楽しみください。ブシャはね、南アメリカオットセイという種類のアシカの仲間です。で、ブシャはね、何をするのもものすごく一生懸命なところ、今日は皆さんにそれを知ってもらいたいので、あれやってみようか。これをやるとね、もうブシャがものすごく一生懸命だというのがすぐ分かると思います。よし、いくぞ。手を振る。はい、手を振ってほしい。手をもっと振ってほしい。首も振っちゃうところがブシャの特徴。分かりましたね、こうやってね、手を振るときにブシャはなんだか一生懸命すぎてね、首も振っちゃうんです。いいね、この首の振り方がいい。でね、実は首だけも振ることができるんですよ。そのときね、結構波打つんで、ちょっと見ててもらっていいです？やってみようか。ブシャの得意なやつやってみようね。はい、首振る、波打つ。プリプリしてるもんな、ここな。こうやってね、ブシャと僕毎日ね、いろんなことをしながらね、こうやって遊んでるんで、よかったよ、ブシャ。じゃあ皆さん、今日はね、ブシャ以外に他に2頭のメンバーを呼んで、このステージで一緒にダンスをしてみようと思います。で、ブシャ、ものすごく小さい声だけど、他の2頭をね、ブシャの声で呼んでほしいから、呼んでみてくれる？やってみようね。じゃあ呼んでみるよ。ヒミコ、アポロ。あー、ちょっと待って、そこで待ってた。まあ、前早く来たくてうずうずして待ってたんです。もうね、早くステージでみんなで遊びたくて。さっきの試合やったんだけど、振り幅が全然違うでしょ。全然違うわ。なんかいいよ、ギリコ、首が取れそうだけど大丈夫かな。いいでしょ、カドウマ君。なんかすごいですね。ちょっとアポロがあれやるとちょっと地味なんで。はい、アポロやるよ。違うことやってるよ。はい、首言うと頑張ってもこれぐらいしかできません。ね、やっぱね、ヒミコはすごいですね。でも新米のアポロはね、新米らしさが出てすごく良かった。あ、本当ですか。あのね、ルシアはさっき首を振ったり手を振ったり、そしてね、立つこともすごく得意。こっからポーズも立って取れる。この時ね、自信満々でね、ものすごい左目がね、ドヤ顔みたいな感じで僕に良かったよ、すごく。ヒミコもやっちゃおうか。でかいな。いいよ。ここからパッ、さらに振り子。オッケー。ちょっとなんかさ、何よ。オッケー、オッケー。振り子が目立ちすぎなんだけど、新米のアポロもちょっとやってみようかな。楽しみますね。ちょっとなんかもうこれ以上すごいことできないんですけど、よし、アポロ行くぞ。よいしょ。パー。まだね、不器用なんです。こっち失敗しちゃうこともあります。じゃあさ、今失敗しちゃったんだけど、今の決めポーズを最後のダンスで合わせていこう。いい？できてるね。おー、できたー。オーケー、いい感じ。皆さん、今のポーズ覚えててください。あれを最後にダンスで決めていこうと思うので、楽しみにしててください。じゃあ2頭ともダンスの準備して。ヒミコ、ダンス準備 OK。 アポロも OK です。よし、じゃあみんなでダンスいくぞ。よし、行こう。いきまーす。最初はお尻でスタート。はい、下がりちゃった。あ、アポロ、アポロ以外に頑張る。待って、トリカ、待って、一緒に待って、待って、移動してくるっと待ってよ。よし、アポロもついてきてる。次は足立ち。
来てないです。行くぞ。よし、振り向き行ってみよう。はいよ。スタンバイしたら左側に。はい。はい、オッケー。次は反対。はい。はい、よっしゃ、リズム取るよ。キリコ行くぞ。さあ、振り。振って。じゃあこのままの勢いで動かないで、だから目指しすぎだね。待っててね。待っててよ。待っててよ。初めて見たの今。待っててね。待っててね。笑っちゃうわ今。こっちに。はい。できましたよ。すごい良かったよね。良かった。アポロダンスですごい目立ってた。悔しいけど今日一番。ありがとうございます。良かったよアポロ。じゃあこれね、アポロ帰ろうか。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。よし帰ろう。よし、じゃあキリコも帰ります。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。さあ皆さん、ここからはイルカたちの登場です。まず最初に登場してくれるのは2頭メンバー、ルイとミレニ。2頭メンバーこっちです。よし、今日はね、2頭のメンバーが最初に登場だ。お手上げた、よろしく。トリタトモ、お手上げてくれたの、ルシア、ありがとう。そして次はジャンプです。ミュウが来てくれます。ルシア、ミュウが来てくれるよ。見えてきた、ジャンプ。お手上げてくれてありがとうね。トリタ、スミ。そして隣に来てくれるのが花ゴンドウのピーナではなく、今日はハワが来てくれました。パートナーは松田氏。そして最後はさっき言いました、アナゴンド、イルカとは違います、クジラのメンバーが最後はジャンプを来てくれます。ピーナのジャンプ決めてくれた、トリタ、サクラギ。こんにちは。ここから私たちのテロです。さあ、かっこいいジャンプ見せてくれたピーナのパートナー、どこ行った。いたいたいた。さあ、みんなこっち側でー。サクラギ君、ピーナのジャンプすごい良かったね。すごかったね。今日かっこよかったぜ、みんな。よっしゃ、メンバー揃ったから僕とルシア先に帰っちゃうよ。はいよ。チームワークがいい感じするぞ。ね、そうですね。この調子、ピーナも応えてくれてありがとう。じゃあ、ステージはそこでもう一回ジャンプ。さあ、真ん中に来たルイとミレニ、親子なので、いいやの2人。はい、ダイナミックだね。これ、カッパを着ている方を見るとね、やりたくなっちゃうんですね。やりたくなっちゃうの。はい、やりたくなっちゃいます。じゃあ、1回だけじゃなくて、もう1回やってもいいよ。ね、もう最近トモマはね、こうイルカのジャンプを使って皆さんに水をかけることにね、喜びを感じてるらしいの。でもね、このトリータの楽しむ気持ちってすごく大事ですよ。だってここね、8人ぐらいいるトリータみんなすごく怖そうな顔してたから、なんか嫌ですよね。ね、楽しんでるとね、パートナーもね、その気分に乗って楽しんでくれる、そんな感じがいい。さーて、あれ、普段はクールなハンドかどうかも、ミレニを使って水しぶきをかけ始めたぞ。そう、普段ね、向かい合って合図を出すと水しぶきって向こう飛ぶんです。皆さんにかけたいから、ミレニーにね、逆向いてねってわざとやって合図出しますよ。さあ、掘りすぎジャンプに応えてくれてる。さあ、じゃあね、今日はそんなメンバーとトリーさんの息の合ったところ、練習中の技にチャレンジをしてうまくいくか、そんな風な感じでね、合わせてみましょう。今日は、まあ、基本的にはルイ、左側にいますね、ルイの練習なんですが、他のメンバー、他のトリーターにも協力してもらいます。じゃあトモロ君、何狙ってるか教えて。今日はですね、あの親子2頭がですね、このステージの上を端から端までのトゥーッとね、滑る練習をやっていくんですが、今実は片岡さんに続いて向こうの方でスタンバイをしています。
どこから来るかというと、皆さん右側に丸い壁のお部屋があるのが分かりますか？あそこからスタートをしてきて、このステージを2頭が滑って、口先を松崎の、ね、手にタッチできれば今日はね、OK です。イメージ的には2頭が、ね、電車みたいにこう 横に連なって進んでくれれば OK です。さあ、じゃあ2頭の準備ができたら行きましょう。1頭が上がって、もう1頭がね、間髪入れずにステージに上がってくる。ここのタイミング結構シビアですよ。では後ろのイルカたち大丈夫そうですか？はい、ではこっちは僕が指示出したいと思います。はい、ではお願いします。2頭で沈んで、はい、まずはドキドキだけど、イルニー、はい、おいで、そしたらイルカイ、はい、行って、いける、ミリーが滑り終えました、はい、さあ、ルイ行こうみたいな感じになっちゃってるんで、あれだね、一瞬でもこう2頭がステージの上に上がってるタイミングが、そう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 、そうなんです、電車みたいになりたい。もう一回じゃちょっと間髪入れずにもう一回やってみましょうか。わかりました。こっちも2頭とも大丈夫そうですか？じゃあさっきより2頭目の合図出すタイミングちょっと早めてください。わかりました。よし、じゃあそれではもう一回やります。こっち大丈夫です。いきますよ、はい、まずミレニー、はい、ただいま、はい、どうした、はい、グッブイモン、どうはい皆さん、前から見てどうでした？ありがとうございます。皆さん、見事ありがとう。ちょっと近づいたね。ちょっと近づいた。今日はここでやめておきます。また次やるときはもっとね、電車みたいになるように練習しておきます。今日はありがとうございました。さあ、まずはどうもありがとう。見えてきましたね。ただね、ミレニーとルイもね、やっぱ滑るスピードが違ったりするので、そこを出すタイミングが重要になってくるかな。そんなところでしょう。さあ、では他のメンバーにももう一度息を合わせてもらいます。音楽に合ったタイミングでタイミングよく合図に応えてくれるかどうか。さあ、じゃあみんなこっちでおいで。さあ、4組順番、じゃあ一緒に覚えてください。狙いたい技も聞いてみようかな。さあ、じゃあ1番手がステージ右側の遠山とミュウです。ミュウはね、握手タイミング合わせていきます。オッケー、さあミュウが1番、2番手ビーナとシマモリとか、はい、このステージに上がってきます。はい、3番サワは出てこれるかな。桜木さん、はいはい、今ね、今後ろのプールで自由気ままに遊んでるんで、ちょっと間に合わないかもしれません。はい、じゃあ間に合うかどうかも見てみましょう。で、最後はステージ左のカトーガとミレニーのパピ、前方宙返りというジャンプで決めたいと思います。オッケー、じゃあ順番にタイミングに注目してやってみましょう。1番が右側のミュウ、あれ若干遅い、ちょっと合わせて、はい、はい、オッケー。このタイミング超難しそうだな、間に合わないか。代わりにルイが答えるぞ。じゃあ最後はミレニーがジャンプ、花ゴンドウ、ミーナとシマオレコンビだけで、もっと練習しとこう。よし、じゃあ全員揃ったみたいだし、ここからはそんな全員で連続コンビネーション、どのペアの息が特に合っているか見てみてください。皆さんも私たちと一緒に合図を出してみましょう。まず手を叩いて両手の指差し、イルカに両手で指を指す合図、ペンチお尻が金浮き、イルカに合図、続いて2回のリズム、2回叩いて指差しも2回、簡単ですよね。さあ皆さんでいきましょう。さあ楽しむ気持ちは忘れちゃったね、笑顔でいきましょう。一回からです。叩いて合図、もう一度、まだ
リズムです。さあ、飛びたさあ、ワンポーザイキッチ始めたぞ。それでは早く最後は手をたたかないで指差し5回いきましょう。答えてくださいください。